本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろう。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんが？親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生がどうかしたんですか？あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の？そうだ。戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。親父、すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか？へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。なあ、キリュウは相変わらずごっついやつやったんか？ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。いいですか、兄貴。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやすさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。ちょっと顔貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。ふん。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を？頼まれたんや、あんたの元兄弟に。錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。
なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。カズマ、おやすん。10年だ、俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやすさん、何があったんすか。東条会は、それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、弓を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、もう一つお前に伝えなきゃならんことがある。弓のことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、弓は。おやすさん、風間のおじき、てめえ、お前、桐生。桐生？あ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまな。おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。やろう。おとなしゅう往生せいや、桐生。カズマ、逃げろ。カズマ、弓を、100億を頼む。行け。ここは通さへんで。